どんな寝袋を買ったらいいんだろうって悩んだことはないですか？ラクピン。こんにちは、たくむです。皆様いかがお過ごしでしょうか？2024年もいよいよ暑くなってきましたね。まあ、キャンプ道具も衣替えじゃないですけど、いよいよ夏仕様のね、装備に変えていこうという方も多いと思うんですよ。で、特に気温に合わせて変えていきたいキャンプ道具っていうのが今日紹介する寝袋だと思います。で、半年前にね、このチャンネルでも冬用シュラフの比較をやりました。すごい好評いただいて、まあ、やっぱり寝袋はいいもの買っといて損はなかったっていう声がね多かったんですね。そんなわけで今日は春夏秋これからの3シーズンで使う寝袋、これをね徹底比較していきます。ではこの動画で比較していくラインナップ最初に紹介します。一つ目がこちら、ワークマンから出てるアルミフュージョンダウンシュラフです。これはね1万円切ってくるということで導入のハードルも非常に低いんですよ。で、皆さん知りたいのが、ぶっちゃけ安いシュラフでも十分に使えるのかどうかだと思うんですよ。今回もね正直にレビューをしていきます。そして2つ目のブランドが、まあ、一番ね寝袋で有名と言っても過言じゃないメーカーですよね。モンベルのねシームレスダウンハガー800の3番です。もう雑誌なんかでは取り上げられない年がないぐらいに知名度で言うと群を抜いてるダウンシュラフです。まあ、熟練の登山家やキャンパーからもね愛されてるシリーズなんですけど、このシュラフね横に並べて比較していた時に果たしてどれぐらいいいものなんでしょうか。で、3つ目がこちら、ナンガのオーロラライトシリーズです。まあ、ナンガって聞くと高いブランドっていうねイメージあると思うんですけど、一度ね、購入すると、まあ、永久保証がついてくるっていうこともあって、僕がね知ってる範囲でもまあ使ってるキャンパーさん多いです。コストはかさむけど満足度が高い、そういうブランドナンガのフラグシップモデルを見ていきます。そして最後に紹介するのがこちら、イスカのねエアドライトです。このチャンネルかなり本格派の方も見てくれてるんで、知る人ぞ知るっていうね寝袋専門メーカーなんですけど、まあ、実はね昭和47年創業ということで、モンベルが昭和50年なんですよね。だから、まあ、モンベル以上の歴史を持つ、まあ、日本の、まあ、寝袋専門のメーカーです。登山ガイドをはじめとするクロードたちからも支持を得ている、このイスカのシュラフ知ってて損はないですよ。で、ここからね深く掘っていくんですけど、今日の動画構成としてはこんな感じです。まずね製品のスペックっていうのをそれぞれ紹介していきます。で、動画の後半部分では横に並べて比較していくと結構ねいろんな差が見えてくるんですよね。てなわけで実際使って、ここは気になるなっていうところまでねお伝えできたらなと思っています。では一つ目のラインナップ、ワークマンのアルミフュージョンダウンシュラフから紹介します。何よりもの特徴なんですけど、これ価格が9800円なんですよ。コスパが高いメーカーって今たくさんありますけど、ワークマンねやっぱり頑張ってくれるなと思います。では今のうちに、まあ、寝袋の価格って結構ねピンキリじゃないですか。この違いについて少しだけお話ししておきたいと思います。まずこのねダウンシュラフなんですけど、ダウンシュラフね普通は高いんですよ。後でね紹介するダウンシュラフも、まあ、3万円とか4万円ぐらいはするんです。で、同じね本力のシュラフなのに、じゃあなんでそれだけ値段が違うんでしょうか。その違いの、まあ、一つのね大きな要因っていうのが使われている素材なんですよ。ただ素材って言っても結構抽象的じゃないですか。特に寝袋の中、綿が詰まってると思うんですけど、このね綿の品質ってのがね違うんですよね。その目安ってのをキャンプ業界では、まあ、フィルパワーっていうね、表記で示してあることが多いんですよ。同じだけの重量の綿があったとします。で、こっちが500フィルパワーだとしましょう。こっちが850フィルパワー、900フィルパワーだとしたら、これぐらいね膨らみ方が違ってくるんです。で、このね空気を蓄えた量っていうのが、まあ、すなわち寝袋の暖かさに直結してくるんで、よりフィルパワーがね高い羽毛を使ってるダウンシュラフほど、まあ、高級なダウンシュラフ高く高くなっていくわけです。
で、それを踏まえてこのね、ワークマンのダウンシュラフに戻ると、このね、安さの理由が見えてくるんではないでしょうか。この商品名が、まあ、アルミフュージョンダウンシュラフっていうんですけど、じゃあフュージョンダウンとは何ぞやというと、まあ、内訳がねあって、 35% が天然の羽毛ですよと。で、残りの 60% これは人工のね、綿を詰めてるみたいです。まあ、そんなわけで高級ダウンに比べるとコストを抑えられるとか、あとは天然のねダウンって、まあ、メンテナンスに結構気を使わないといけないんですけど、人工のね綿が 60% 詰まってるってこともあって、メンテナンスが割と楽です。ただ今度、人工の綿を使ったその反動ってのがあるんですよ。まあ、僕たち消費者にとって一番デメリットになってくるのがサイズです。さっきのねフィルパワーのところでお話ししたように、例えばね人工の綿とか、あとは高級じゃない羽毛っていうのは、あの傘の割にあんまり保温力が出ないんですよ。まあ、このね寝袋、中身はそこまで高級なね綿入ってないんで、どうしても収納のサイズってのがこういう感じで大きいんですよね。だからダウンシュラフって歌ってはいるものの、まあ、そこまでコンパクトにはならない、それが何よりものデメリットです。収納サイズがこれ、ここからここまで36センチあるんで、まあ、バックパックに詰めようとかってなると比較的ね大きいですよね。で、サイズ見たついでに重さもね見ておきます。はい、乗っけると乗れこんな感じで、1188g なんで、約 1.2 キロの重さがあります。以上がワークマンのアルミフュージョンダウンシュラフのスペックです。続いて紹介するのがこちら、モンベルから出てるシームレスダウンハガーです。まあ、僕は生粋のねモンベラーで、自宅に50点以上モンベルグッズ持ってるってこともあって、過去にねこういう動画も出してます。面白い道具いっぱい紹介してるんで、モンベル興味あるよって方はねぜひチェックしてみてください。で、このねモンベルのシームレスダウンハガーに関してはもうめちゃくちゃ有名、ロングセラーなんですよ。アイスでいうところの、まあ、スーパーカップとかジャンボモナカじゃないですけど、もうそれぐらい業界には染み渡ってる、ね、そういうモデルです。まあ、だからモンベルあんまり知らないよって方向けに、まずねこのシリーズがどういう位置づけなのかっていうのを紹介しておきます。まずはねこの商品名、シームレスダウンハガーって書いてありますよね。まあ、呪文みたいな名前なんですけど、じゃあシームレスダウンハガーって何なのかっていうと、まあ、寝袋ってめちゃくちゃ簡単に言うと、まあ、ナイロンの袋の中に綿を詰めましたと、まあ、そういう仕組みだと思うんですよ。ただもし縫い目を入れなかったらどうなると思いますか？そうなんですよ、中に入ってる綿がもう足元のところに偏っちゃって、上の方は保温力がない、ただの薄っぺらいナイロン素材を羽織ってるだけみたいな、もう全く寝袋としての用途を果たさない状況になっちゃいます。だからシュラフの表の生地と裏の生地っていうのをパツンとね、どこかで縫い合わせてやって、まあ、起筆を作るっていうのが寝袋の作り方なんです。ただこういうところに縫い目がこうできたとしますよね。そしたらこの縫い目のところって空気がね通りやすくなるから、寝袋の中の暖気を逃がしちゃうし、まあ、外からのね冷たさっていうのも感じやすいウィークポイントになっちゃいます。そこにおいてモンベルの凄さって、寝袋表面の、まあ、そのね縫い目ってのをなくしちゃったんですよ。それがねこの商品名に書いてあるシームレスダウンハガーの正体です。で、今度ね800番っていう表記があります。これが動画の序盤に紹介したフィルパワーっていうね概念です。まあ、650フィルパワーとかを上回ってくる羽毛ってのはもう最高級のダウンっていう風に言われています。まあ、モンベルのハイエンドクラスはね実は900っていうのもあるんですけど、この800のやつでも、まあ、十分に品質は高いものです。で、最後このね3番っていう表記がありますよね。まあ、これがね大体の温度感っていうのを示してます。数字がね下に行けば行くほど、まあ、冬用シュラフに近づいていって、数字が上がれば上がるほど、まあ、夏用のシュラフに近づいていく、そういうイメージです。で、まあ、個人差はねもちろんあるんで一概には言えないんですけど、モンベルのシュラフの中でもう直球ドストライクみたいな、もうど真ん中のアイテムっていうのがこのね800の3番だと僕は思っています。
まあキャンプや登山なんかで使うには1年を通してね一番出番が多いモデルですね。はい、まあここまで押さえておくと、これからモンベルの店舗に行って、こうやってね並んでるダウンシュラフ選ぶときには迷わないかなと思います。ではより深くスペック見ていきましょう。まずはねこのサイズですよね。さっきも言ったように、まあ800フィルパワーと高品質なダウンを使ってるんで、これだけねコンパクトになります。まあ2リットルのねペットボトル握ってるんじゃないかっていうぐらい、手にしっくりくる、もうそういうサイズ感です。まあ、これ一つあればこれからのシーズン、日本アルプスとか行くにも、まあ、十分旅ができちゃうと思えばね、美しい、もう機能美ですよね本当に。であとモンベルの凄さっていうのが素材なんですよ。まあ、ウールとかポリエステルとかナイロンとかいろんな繊維ありますけど、まあ、モンベルってねそういう繊維を織り上げる技術とかがめちゃめちゃ強いんですよね。実際このシュラフの表面もシルクを連想させるような、スベスベのね、滑らかなナイロン素材で、できています。でさらにステッチ部分に糸ゴムを使ってるんで、すごいね伸びがいいんですよ。だから衝撃のね 135% の伸縮性を実現してる。それがね日本を代表する登山メーカーモンベルの技術力です。で 135% も伸びるんだって聞いたら、あさぞ寝心地がいいんだろうなと。もちろんね中であぐらをかくとかそういう使い方には向いてるんですけど、まあ、別のね側面もあって、それだけ、まあ、体にね密着するということは、今度体の、まあ、くぼんでる部分とかにはしっかり吸い付いてくるっていうことなんで、あの無駄な空間を作らないんですよ。で無駄な空間ができないってことは、まあ、それだけ温まりやすいんで、最小限の、まあ、素材でしっかりと保温性も出ると、まあ、そういう利点もあります。でモンベルといえばどういうブランドでしょうか。まあ、もちろんキャンプ用品もね最近は出してきてます、焚き火台とか。けどやっぱり登山メーカーっていうね認識が強いと思うんですね。だからこそこのねサイズとさらに重さですよ。ここに乗っけてみると、ほら 544g しかないんで、まさにさっきのねワークマンのシュラフの半分ぐらいの重量ですよね。でさらにこのね直径が 13cm、長さが26センチしかないんで、バックパックなんかに詰める時もスポッとね収まります。それで公式から出してる、まあ、保温力は同じだっていうんだから、まあ、登山用のダウンシュラフってのはやっぱりすごいんですよ。でベタ褒めする内容で終わっちゃいそうなんですけど、まあ、一応値段がね高いんです。34,100円するんで、これをね買う時のハードルってのはちょっと高いなと思います。以上がモンベルのシームレスダウンハガー800の3番でした。続いてがナンガのねダウンシュラフです。まあナンガといえば永久保証だったり、あとナンガ独自の技術オーロラテックスっていうね防水透湿素材を、まあ、表面に使っていることで、まあ、ダウンシュラフの欠点である水濡れに対して、まあ、耐性がねあるっていうのが大きな魅力です。でそんなねオーロラテックスを使ってるダウンシュラフのシリーズで、まあオーロラライトっていうのがあるんですよ。持ち運びとかもしやすくて、価格もねさっきのモンベルの、まあ、シームレスダウンハガー800とかと、まあ、大体ね同価格帯かなっていうぐらいのシュラフです。でさっきのねモンベルはシリーズの選び方紹介したじゃないですか。まあ、同様にねナンガも軽く触れておきます。今回取り上げてるシリーズっていうのがオーロラライト 350DXっていうシリーズなんですけど、まずこのオーロラライトっていうね、商品名のところが、まあ、オーロラっていうシリーズがあります。このねオーロラライトに比べると軽量性がちょっと犠牲になってる、生地がね分厚いモデルなんですけど、それがまあ一番安価なモデルです。でその次が、まあ、今回取り上げてるオーロラライトシリーズですよね。まあ、防水透湿素材を使いながらさらにオーロラシリーズよりも、まあ、生地を薄くしたっていうシリーズがあります。であとは UDD っていうシリーズがあります。ウルトラドライダウンの略なんですけど、まあ、ダウン、羽毛自体にも撥水加工をしてますよっていうシリーズで、まあ、このねオーロラライトとかオーロラシリーズっていうのは中の羽毛自体は撥水加工をね別にしてないんですけど、この UDD っていうシリーズになると、まあ、中のね羽毛に撥水加工がされてると、
そういうモデルです。であとは、まあ、防水加工はちょっと犠牲になっちゃうんだけど、とにかく軽量化を目指すミニマリスムとか、もう技術のね集大成レベル8っていうシリーズとかがあります。まあ、このチャンネルね見てくれてる方、結構キャンプ好きな方が多いんで、もう個人的にはねオーロラライトね、これがあったら僕登山でも持って行ってるんで、もうキャンプも登山も両方行けちゃうよっていうぐらいいいです。まあ、職業柄というかね、趣味というかアウトドアする機会めちゃくちゃ多いんですけど、まあ、僕ですら全然ね性能をマックスで引き出せないなっていうのが、このねオーロラライトシリーズなんで、ぶっちゃけオーロラシリーズぐらいで、十分だったかなって、僕もね思っています。で、ナンガのシュラフ見るときはもう一個だけね、見ておく場所があるんですよ。それがこのオーロラライト 350DX とか、SPDX っていう表記があるんですよね。それがまあダウンの品質を表しています。まあ、ざっくり言うと DX っていうのよりも SPDX の方がより高品質なダウンを使ってます。まあ多少ねフィルパワーが違うんですけど、このね DX の方でもスパニッシュダックダウンっていう、まあダックアヒルのね羽毛を使ってて760フィルパワーあるんで、まあ十分コンパクトにはなります。で、寝袋ね話し出すとどんどんこう深入りしちゃうんで、もう興味ない方は1分ぐらい飛ばしてほしいんですけど、まあ、ダックよりもグースの方がより高級だって言われてるんですよ。ダックってのがアヒル、グースってのがガチョウです。まあ、ガチョウの方がね体高が大きくて、その分羽毛一つ一つのねダウンボールってのも大きい傾向があるんですね。しかもねダックアヒルは、まあ、雑食なんですよね。お肉も食べれば草も食べるよ、に対してグースって完全に草食なんですよ。だから、まあ、匂いがあんまりしないっていう風にも言われています。まあ、ただぶっちゃけ今日ね取り上げてる3つのね3大ブランドあるじゃないですか。この辺のレベルになってくると、まあ、ダックダウンだからってちょっと匂うなとか、そういうのはね全然ないです。洗浄基準も高いところに設定してくれてるんで、てなわけで、まあ、難しいうんちくになっちゃいましたけど、このねオーロラライト 350DX ってのはスパニッシュダックダウン、ヨーロッパ産のね、アヒルのダウンが詰め込まれています。で、ナンガをせっかくね取り上げたからには、まあここはすごいんだっていうポイントがあって、まあナンガって、どこで取れた水鳥なのか、さらに水鳥の中でも、まあ、グースダウンなのかダックダウンなのかっていうのを全部明かしてる上に、でダウンとかフェザーの割合、あとは洗浄基準とか、もうそういうのも全部ね明かしてる企業なんですよ。この寝袋のね中に入ってる綿、僕たち消費者からすると、まあ、ぶっちゃけもう見分けつかないじゃないですか。まあ、だからこそ結構ねごまかしてる企業は多いんですけど、まあ、そういうところの透明性持たせてくれてるっていう意味で、すごいね消費者目線というかユーザー目線なんだなっていうのは感じる企業です。僕がナンガをねすっごい好きな理由の一つは、まあ、そこでもあるんですよね。はい、まあこんなところでしょうか。 あとはまあ秋以降のねモデルっていうのは結構ボックスっていうね、縫い方になってるんですけど、まあこのね、夏モデルに関してはシングルキルトって言って、表地と裏地をパツンと縫い合わせちゃう、こういうシンプルな構造になっています。重量抑えられる代わりに、まあ、保温性とかはちょっと落ちちゃうんですけど、そんなにね寒い時に使わないシュラフはそっちの方がね合理的なんで、これぐらいの温度帯のシュラフだったら、まあ、シングルキルトっていうのが多いです。はい、ナンガってまあキャンプ雑誌とかでもねよく見るようになってきたんですけど、登山とかでもね全然使えます。サイズがすごいコンパクトなんですよね。例に習って重さ見ておきましょう。乗せていくと、はい、793g なんで、やっぱりモンベルとかに比べると重いですね。快適使用温度はモンベルの方が低いんですけどね。で、まあサイズ一つとっても結構ボリュームありますね。14cm×直径 14cm×長さが 31cm ぐらいあるんで、まあ、さっきのねモンベルのやつに比べたら一回り大きいかなっていう、まあ、なんかね小さめの枕ぐらいの大きさです。はい、それがねナンガのダウンシュラフでした。最後にね紹介するのがこちら、最近一番使ってるんですけど、イスカのエアドライト290です。
まあ、ぶっちゃけね、いつか知らないよって方も多いと思いますし、キャンプだったら最近ナンガがすごい勢いだし、登山するんだったらモンベルがあるからモンベルでいいじゃないかと思うと思うんですよ。で、実際イスカっていうのはどっちかっていうとね、登山寄りのブランドです。じゃあモンベルとイスカどう違うねんと、これを簡単に紹介しておきます。まずはモンベルです。モンベルが目指しているところって大きく3つです。1つが機能美、さっき言ってた縫い目をねなくしましたとか、すごい伸縮率が出るんですよとかっていうところだったり、あとはライト&ファスト、もう軽くて迅速に動けるみたいなところを目指してるんですよ。だから軽量コンパクトっていうのはもうまさしくね、それを体現してますよね。に対して、同じね登山系のジャンルなんだけど、じゃあイスカっていうのはどういう特徴があるのかっていうと、僕たちの体に沿った 3D 構造を作るっていうところに長けてたり、あともう一つが何よりも実用的なんですよ。まあ、必要じゃない部分は削ぎ落とすし、逆にここが必要だっていうところにはもう重点的に作り込んでくるし、まあ、強弱があるというか、もう細部にわたってなんか作り込んでくるなっていうのがイスカなんですよね。で、ナンガやモンベルと同じく、まあ、日本ブランドっていうこともあって、ものづくりの品質っていうのはめちゃめちゃ高いです。てなわけで、まあ、簡単にね理解いただけたかなと思うんで、このスペックについてちょっと見ておきましょう。エアドライトっていう風に書いてあるんですけど、これもねまたいろんなシリーズがあります。で、特にまあフラグシップモデルというか、雑誌なんかでまあキャンプにおすすめですよ、登山におすすめですよって見るのがエアドライトっていうシリーズと、もう一つね、エアプラスっていうモデルです。で、今回のはエアドライトなんですけど、エアプラスっていうのはさらにね高級なダウンシュラフです。で、その区別っていうのはナンガでいうところの、まあ、DX と SPDX と非常にね似てるんですよね。エアドライトの方は、まあ、ダックダウン、アヒルをね使ってるんですよね。対してエアプラスっていうシリーズになると、まあ、グースダウンを使ってますと。で、もう一つの違いが、このね、エアドライトに関しては、撥水加工をね、ダウン自体に施してるんです。だから、ナンガでいうところの、まあ、UDD っていうね、シリーズ、ウルトラドライダウンですね。あれに匹敵しますね。ダウン自体に撥水加工をしてますよと。一方で、エアプラス、よりね、高級なシリーズではあるんですけど、こっちはね、撥水加工がなされてないんですよ。あ、ハイエンドなのに撥水加工なんで取っちゃったのって思ったんですけど、まあ、おそらくグースダウンね、高品質なやつ使ってたら、まあ、元々ある程度撥水性高いんですよね。だからこそそのね天然由来の、まあ、品質のね高さを生かすために、まあ、わざとしてないんじゃないかなと個人的には思っています。もし違うよっていうね意見あったらコメントで教えてください。てなわけで、このエアドライトとかって書いてあるのはモデル名です。で、後に来るこの数字ですよね。これがまたねナンガと似てて、ダウンのねグラム数を表記してくれてます。これエアドライト290だったら、290g のダックダウンが入ってるよっていう表記ですね。まあ、すごい単純で、分かりやすい表記だなと思います。それでいてこれ嬉しいなって思ったポイントがあって、値段なんですよね。なんと 33,900 円なんですよ。まあ、最初にね紹介したモンベルのシラフが、まあ、30,000円ぐらいだったじゃないですか。撥水加工とかはもちろんされてなかったんですよ。次に紹介したねナンガのシラフ、これ定価で買うと、まあ、4万円超えちゃうんですけど、まあ、Amazon とかでね買うと実際は3万円台で買えます。で、これはね防水透湿加工されてましたよね。で、これイスカのシラフって、まあ、750fPのダックダウン、結構高品質なものが入ってる上に、まあ、撥水加工も施されてると。そして収納性で言うとね、モンベルと全然引けを取らないぐらい小さくなるにもかかわらず、定価がね 33,900 円でした。ただモンベルのねシュラフと違って、これ Amazon とかで買うとかなり安くなってることが多くて、2万円台で僕ゲットしたんですよ。そう思うと、まあ、値段も良心的だし、ここからね見ていきますけど、性能も高いっていうので、実はコスパいいのがイスカなんじゃないかなって思っています。僕がね最近一番使ってるんですけど、これの良さを見ていきます。まずは最初に言ってた 3D 構造ってやつですよ。人体の形に合わせて設計されてるんで、フィット感がねすごいいいんですよ。
で 3D 構造って言ってもあんまりイメージつかないと思うんで、ちょっとね、考えてほしいんです。人の体って、背中側と前の胸側表面積同じだと思いますか？そうなんですよ。背中の方がどっちかっていうとね、直線的な形をしてて、胸側って結構ね丸い形をしてるんで、まあ、もちろん前の方がね、大きいんですよね。一昔前の寝袋って、まあ、背中側とね、胸側同じだけの生地の量でバタンと閉じてたわけです。対してイスカっていうのは徹底的にね、底の長さを調整してます。背中側は小さく、前は大きくね膨らむように設計してくれてるんで、最小限の生地でありながら、まあ、寝袋にね入った時の窮屈感っていうのが少ないんですよ。でもう一つね、この構造で嬉しい部分があったんです。それが足元です。寝袋で寝たことあれば1回ぐらい経験したことないでしょうか？なんか足元だけ冷えるなみたいな、足先がスースーして寝たいのに眠れないなっていう経験ね、結構これあるあるだと思うんですよ。ところがイスカってフットボックスはねめっちゃこだわって作ってるんですよ。まあ、人って寝るときにね足先を結構開く癖が実はあるんですよね。だからイスカってこのね逆台形の形をまず採用しています。しかも足先のね冷たくなる部分にはちゃんとダウンを封入してるんで、寒さに対しても強いんです。以上が設計での工夫です。でもう一つイスカの特徴としてね大きな点挙げたじゃないですか。それがね実際に使うシーンをとことん想定した作りになってることです。まあ、大きく2つあるんですけど、1つがダウンを抜くところは抜いて入れるところは入れると、そういう使い分けをしている点です。ダウンシュラフって綿をねしっかり詰めても実は効果が出にくい場所があるんですよ。どこだと思いますか？そう、それが実は背中なんですよ。まあ、背中側って綿入れてたとしても人の体重がねバーンとかかったら潰れちゃうんですよね。で空気の蓄えがないってのはもうすなわち保温力ないことになるんで、まあ、実は柔らかいダウンって背中側の方には向いてないんですよ。てなわけで、イスカは考えました。もうそっちのダウンは減らしとけと。実際にね触ってみるとかなりペラペラです。ところがそこに入れるべきだったダウンってのを、しっかりと保温が必要な部分に回してくれてるんです。それがね寝袋の上側です。まあ、寝袋の上側って別に体重がかかることもなければ、もう精一杯ね羽を伸ばして広がるじゃないですか。だからこそしっかり膨らみを出したい場所にちゃんとねダウンを詰めてくれてます。でさらにもう一つ工夫があって、それがねこの横についてるセパレートボックスです。まあ、何度もね言ってるようにイスカのシラフって胸側がね結構広い面取ってくれてるじゃないですか。ただその分重力でちょっと横に偏っちゃったり、僕たちが寝返り打った反動で、まあ、綿がどうしてもねサイドにサイドに寄りがちなんですよ。両端にこういう縦のねセパレート入れてダウンが偏るのを防いでいます。まあ、そんな感じで至る所に工夫が施されている、それがイスカのねダウンシュラフなんです。まあ、案の定背中側は本当に冷えるんで、しっかりとしたマットレスで保温することが、まあ、必須にはなってくるんですけど、すごい実用的ですよね。でこれもねサイズとか重量感だけ見ておきます。はい、乗せていくと 575g、 モンベルのがいくらだったっけな、モンベルが 545g なんで、あ、30g 程度重いですね。でサイズがね、こんな感じで、モンベルのと比べても公式が発表してるスペックではそんなにね変わらなかったんですけど、実際ね僕が畳んで袋に詰めた感じだと全然これいつかの方がね多分コンパクトになります。そういうサイズ感です。はい、以上がイスカのダウンシュラフでした。動画の前半部分で4つの寝袋のスペックをね紹介してきました。ここからは論より証拠、どれぐらい使い勝手が違うのか、そして何よりスペック見てるだけじゃわからない気になった点とかもあるんで、ここをねしっかり見ておきましょう。ラッキー。はい、まずはねバックパックなんかに収納する時の収納サイズを見ていきます。横に並べてみるとこんな感じ。
まあ、やっぱり目立つのはこれですよね。ワークマンから出てるアルミフュージョンダウンシュラフがやっぱりね、一回りというかもうかなり大きいサイズ感です。冬用のねダウンシュラフっていうのが、まあ、ちょうどこれぐらいの大きさなんで、ワークマンのシュラフは、まあ、蛍光性はね、正直良くないなという感じです。では残りのね3つのブランドで比べていきましょうか。まあ、日本が誇る寝袋のね、ブランドといえばおそらくこの3つになってくるんですけど、で快適なね使用温度でいうと、まあ、5度4度、だいたい5度から10度ぐらいっていう風に表記されてるんで、この3つはねほぼほぼ同じぐらいの温度域のダウンシュラフです。まあ、そう思うとナンガのシュラフって結構ボリュームありますよね。上から見てもらったら分かるんですけど、まあ、こうやってね並べると、まあ、太さで言っても一回りね太いから、まあ、一気にね掴みにくいサイズになってます。まあ、それでいて長さで言ってもそうですね、圧縮したらなんとか同じぐらいにはなるのかなと思うんですけど、まあ、結構ボリューミーな感じです。だからこのね2つ登山用のシュラフに比べると、まあ、寝心地をね重視するために素材量がね多いのかなという印象です。で収納サイズで言うとやっぱりねこの2つが強いですね。モンベルからね出てるシームレスダウンハガー800の3番とイスカから出てる、エアドライト290ね、ほぼほぼ同じ大きさで、まあ、実際ね持ち比べてみるとモンベルのってねめっちゃ空気入ってるんでしっかり抜いてもね結構パッツパツになるんですよ。一方でイスカのってねかなり畳みやすくって、まあこうやって持ってみると余裕がねあるんで、まあ、イスカの方がややコンパクトになるかなといった感じです。寝袋自体の重量っていうとほとんど同じなんですけど、まあ、モンベルはね、何グラムのダウンが入ってるかっていうのが、まあ、公表されてなくてわからないんですよね。一方でイスカのシュラフって、まあ、こうやって 290g 入ってますよっていう風にちゃんと表記してあって、ダウン量で言うと、まあ、どっちが入ってるのかねわからないんですけど、まあ、モンベルの方が総重量で言うと若干軽いんですよね。まあ、それがね、サイズ感で言うともうトップに君臨するこの2つのね、ブランドです。はい、以上が持ち運びの時に気になる、まあ、収納のねサイズ感でした。では今度は寝袋を取り出して僕たちが使う時に気になるポイントを見ていきましょう。モンベルのシュラフはねもうかなりこう空気がいっぱい入ってるんで、これ畳むのね実は面倒くさいんですよね。でこれ開けながらね、今言っておこうと思ったんですけど、ナンガの良さって収納袋がねこれとは別で、もう1枚ついてくるんですよ。だから、まあ、保管用のね袋がついてくるってのもこのねメイドインジャパンナンガの嬉しいポイントです。モンベルもね実は収納袋ついてくるんですけど、イスカとかは、まあ、収納用のね保管袋ってのはついてこないんですよね。ラッキーラッキー。はい、それでは最初ねこの寝袋の首周りを重点的に比較していきます。僕たちが寝るときに実はね一番密着してるのってこの辺じゃないですか。だからねこの辺の作りってのは結構僕たちにとってね直接響いてくるポイントです。開けてみるとここにおネックバッフルがねついてます。まあ、そこまでこうふかふかかっていうとそんなことないんですけど、気持ち程度ねここ柔らかいかなっていう感じです。で、フードの深さは、まあ、拳2個分ぐらいかな。あ、そこまで深くはないですね。まあ、夏用シュラフなんでこれはね、登山用メーカーとか、まあ、ハイブランドのものでも結構浅めのシュラフがね多いですね。で、表側はネックバッフルついてますね。ここ分かりにくいと思うんですけど、ここね、まあ、機質が一つあって、多分ちょっとこうネックバッフルっぽくねつけてくれてるんですよ。こんな感じで、だから顎とかこの首周りからの冷気の侵入っていうのはこのねネックバッフルがちゃんとついてるんで結構しのげそうですね。まあ、この辺から冷気が入らないと一気に体感温度上がるんで、もしかするとね秋ぐらいでも使えるんじゃないかなって、まあ、今見てて思いましたね。てなわけでネックバッフルは前と後ろついててアルミ
のこういうねシートになってるからあったかそう。あとはまあドローコードとかはそんなね高級感はないですけど、こうやってついてたり、フードは浅くて、まあ、結構ね広いものがついてるんだけど、このドローコードで縛ってやればかなりねこう小さくできる、まあ、それがねワークマンのシュラフですね。では今度がこちらモンベルのねシュラフなんです。モンベルシュラフってめっちゃ有名だからすっごいね豪勢な作りになってるのかと思いきや、実は首周りが結構ね簡素なのがモンベルなんですよね。まあ例に漏れずこの3番もおそらくそうですよね。ネックバッフルが完全にほらついてないです。もう何にもないですよね。で、もちろんこの首側ってのも何もついてない。ほらそれがモンベルのね意外な特徴なんです。で、フードってのはさっきのねあのワークマンのやつもっとこう横に長かったんですけど、ほら見てください、めっちゃ浅いですよね。頭一つ分が、まあ、スポットね収まるぐらいの幅しか設けてなくって、深さで言っても浅いです。だからモンベルとかになってくると、まあ、冬用シュラフと夏用シュラフで、まあ、全然フードの深さが違うってのが特徴です。はい、でこの辺ねもうすっごい薄いです。まあ、モンベルのシュラフって寝てる時もう唇の辺にはこのナイロンのねペラペラのが乗っかってるだけみたいな感じです。まあ、ただねこれで5度ぐらいの気温でね寝ることは何回かあったんですけど、まあ、正直寒いですよ。寒いですけどしのげるんですよね。このドローコードギュッとやって、鼻だけね出してると、まあ、かなり保温力ありました。このフードが小さい分やっぱりね冷気が逃げていく隙間がないんですよね。まあ、そんだけで意外と寒くても使えるというのがこのモンベルのね、シームレスダウンハガーです。じゃあ今度ナンガのシュラフを見ていきましょう。ナンガもね実は僕赤色のカラーが欲しかったんですけど、ちょっとね、高かったんですよね。だから別注のこのカラーにしました。はい、余談は置いといて、見ていきます。おお入ってないですね。これもネックバッフルはついてないです。まあ、やっぱりねハイエンドの寝袋であっても夏用モデルって結構ネックバッフルをね削っちゃってるメーカー多いんですよ。で例に漏れずこのナンガのシュラフってのも寝心地めっちゃいいんですけど、このね最軽量モデルはこのネックバッフルがねついてないですね。でこっち側もそうですね、ネックバッフルはついてないんですけど、まあ、モンベルと違ってここにね、軽くですけどほら気質がね設けてあるの分かりますか。だから眉とか、まあ、唇が当たるところ多少豪勢な作りになってるってのがやっぱりナンガなんですよね。だから額のね冷たさみたいなのは多少ねやっぱしのげるんじゃないかなって思いますね。で、ナンガのシュラフはこうちゃんとね締めてドローコードも絞るとするとほらもう埋まっちゃってますよね。これぐらいなんかねいろんなものが顔周りについてるんですよ。だからちょっと自分の適度なねいいなって思うところで絞ると、顔のね表面も、まあ、ふかふかした感じで、眠ることができます。であとはあれだ、フードのね深さですね。あ、結構深いです。ナンガはね意外と深いですね、こっち縦向きに。だからこれ眉とか目の周りまで普通に降りてくるんじゃないかなと思います。ワークマンのやつって、まあ、結構ねレクタングラーって言うんですけど封筒型に近い感じのシルエットなんですね。対してモンベルってもう本当に頭チョコみたいな感じだったんですけど、ナンガのはまあバランスよくね結構ふかっと覆ってくれてる、そういう印象です。では今度、はい、メイドインジャパンイスカのシュラフです。めちゃくちゃ意外ですね。なんかほらフードこれ浅いっていうかなんかないですよね。ほらこんだけだけしかなくってフードの浅さがまずは際立ってます。あとここのね開口部ってのもこう見ると広いですよね。ただアジャスターがめちゃくちゃこれ閉まるわ、自分でこう絞れそうな感じですね。だから多分頭ちょっと入れてて、あとはねギューって寄せてくるとまあなんだかんだ隠れるんだろうなっていう、そういう感じです。で、開けていくとこれもそうですね、同じく
ネックバッフルってのはついてないです。はい、こっちもペランペランなんでついてないです。で、モンベルトをこの辺、この顔の唇とかね、眉に当たる辺の作りってのがそっくりです。まあすごい簡素、悪く言えばチャッチーですね。本当にナイロンのペラペラのが乗っかってるだけっていう感じです。てなわけでまとめると、まあこういうイスカのシュラフだったり、このねモンベルのシュラフってのはかなり首周りはそぎ落としてある。だから悪く言えばねチャッチーんですけど、まあ、その分ねマテリアルが少ないんで、まあ、軽量化につながってるんだなっていう印象です。で、首周りのねふかふか度でいうと、モンベルはねやっぱ空気の蓄えすごいんですけど、ナンガってこれ本当に、下はね綿が入ってない、この辺だから、エアピロー忘れた時なんかには結構悲惨なんじゃないかなって思います。枕はね絶対いりますね、これはもうだって床なんで。で、まあ重量はね、約 1.5 倍になってしまうんですけど、ナンガってのはここら辺のクッション性もやっぱりしっかり入れてくれてて、まあ首周りもね合成だし、重量はねかさむ分寝心地良さそうだなっていう首周りです。で、ワークマンのシュラフはこうやってねネックバッフルがついてて、まあ幅広い層に結構広いシーズンね通して使ってくださいよっていうメッセージなのかなと思います。まあ軽量化とかはねもう望むべくもないっていうぐらい、まあ、ちゃんと冬用シュラフみたいな作りになってるのがワークマンでした。で、続いて見ておくのがドラフトチューブってのをね見ていこうと思ったんですけど、まあ、やっぱりないですね。冬用のダウンシュラフってこうねチャック開けていったらここに気質がついてるんですよ。で、このねチャック側からの、まあ、冷気の侵入を防ぐっていうような役割を果たしてるんですけど、まあ、それはおそらく全部のモデルないんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、チェックしておきます。まあ、ワークマンのやつはないと。で、まあ、モンベルはね軽量化目指してるんでねないと思います。はい、ただ結構ねこのキワキワまで、まあ、しっかりね空気がこう入ってね膨らんできてるんで、まあ、意外とねこのサイドからの寒さってのは感じないのがモンベルなのかなっていう印象です。で、ナンガのシュラフも見ておきます。ナンガのシュラフはどれ、ナンガのシュラフはナンガのシュラフはプチドラフトチューブみたいなのがちゃんとついてました。なんとそうなんだ。いや多少ね重くはなりますけど、まあ、冬用のね寝袋にちょっと近い作りをしてるってことで、実は保温力ね他のシュラフよりありそうです。まあ、350g 入ってるって時点でイスカのね 290g 入ってるやつより多分ちょっとあったかいんですけど、まあ、よりね、このドラフトチューブが上側ちゃんとねついてるっていうので他のに比べると保温性高そうだなという印象です。いや本当にキャンプで使うんだったら至れり尽くせりですよね。で、イスカのシュラフはもちろんないですね。もう本当にねもうこれナイロン地ですね。綿入ってないです、この辺です、この辺で、上もね、あーでも上はそっか、まあさっきねちらっと言ったと思うんですけど、このセパレートボックスがあって上はねやっぱり保温性ちゃんと持たしてますね。ドラフトチューブはないんですけど、はい、まあ、それがねこのイスカのシュラフでした。はい、じゃあ今度は表面のねステッチ見ていきましょうか。まあ、ここにねこう縫い目入ってるの分かりますよね。これがまあステッチなんですけど、この裏地アルミのね、裏地と表地を、まあ、直接バツンとね縫い合わせるっていう、まあ、シングルキルトが使われています。まあ、これはね夏用シュラフ大体これですよ。で、冬に近づくと、まあ、ボックスっていうね表地と裏地の間に隔壁をね一つ設けることでコールドスポットをねなるべく減らすっ
っていうような工夫がされているモデルが多くなってきます。で、まあ、ステッチ部分にゴムが入ってるとかってのもあるんですけど、ワークマンのは別にないですね、伸縮性。じゃあ今度モンベルです。もうこのねキルト構造に関してはやっぱりモンベル見ておかないと始まらないですよね。表面見てください。ほらめちゃくちゃ滑らかだし、キルトが見当たらないんですよ。まあ、これがねモンベルの、まあ、シームレスダウンハガーって言ってるだけあって、まあ、縫い目がねないんですよね。で、まあ、縫い目入れてなかったらダウンがねいろんなとこに偏っていっちゃうんじゃないかって思うと思うんですけど、中にねスパイダーヤーンっていう、まあ、木で例えるともうまさに木の幹ですね、まあ、他のダウンとかをしっかりとね保持できる糸を入れてることによって、まあ、ダウンのね偏りが出にくいっていう、そういう特殊な技術を使っています。で、何よりこの生地自体もある程度ね伸びますし、このここに使ってるねステッチのゴム、これがすごい伸縮性なんですよ。だからこうビヨーンと伸びます。まあ、このね縫い目がないとか、ステッチ部分ねゴム使ってて伸縮するとかっていうのがモンベルが掲げてる機能美ってやつです。じゃあ今度は、はい、ナンガです。ナンガのやつはすごいねこれボリューミーでなんか弾力あるんで、一瞬ボックスキルトかなって思うんですけど、まあ、縫い目自体はねちゃんと表地と裏地をパツンと縫い合わせてあるシングルキルトです。で、ナンガに関してはこのね幅が結構広く設けてあって、あの窮屈感全然感じたことがないんですよ。あとはステッチ部分が伸びるかっていうとちょっとよくねわからないんですけど、この生地自体は割とこう、弾力性あって伸びますね。だからワークマンのやつよりはなんかストレッチ性あって、まあ、もちろんねモンベルほどのストレッチ性っていうのはないです。で最後イスカってどうなんでしょうね。こんな感じになってて、まあ、ここのキルトはもうザ・シングルキルトっていう感じのね、生地感です。で、この辺も多少ね伸びます。まあ、ナイロンを使ってるんで、まあ、その伸縮っていうぐらいだと思うんですけど、まあ、伸び率、まあ、ストレッチ性でいうとねナンガとかと結構近いのかなっていう感じです。モンベルみたいにこうビヨーンっていうのはないですね。てなわけでまとめると、まあ、縫い目ですね、キルト構造っていうのは基本的に全部シングルキルトでした。でモンベルのシラフだけこうやって表面に縫い目が来てないんですよ。だから、まあ、空気をね、蓄えてしっかり膨らむことができるっていうすごいね考えられた構造になっていました。で今度寝袋せっかく買ったのに破損しちゃったみたいな、嫌ですよね。それってどこの部位で起こりやすいと思いますか？それこそがこのね横についてるジッパーなんです。ここのねジッパーがブイーンといって、噛んじゃうんですよ。この辺とかこの辺とかに。で、それをね外そうとした時にナイロンがねベッて破れて、中からねダウンが吹き出してくるってのが、まあ、あるあるの破損なんですよ。てなわけでそうならないためにも、まあ、チャックのね開けやすさってのは、まあ、意外と大切なポイントです。メーカーによって面白いぐらいねこのチャックって開けやすさ違うんで比べていきます。まずワークマンのやつ、これねちゃんと YKK のジッパー使ってくれてるんで、ワークマンのってね可もなく不可もなくなんですよ。これ冬用のねシラフにも言えるんですけど、意外とね悪くないんです。はい、ただねこうタブがついてるとかっていうんじゃなくて、本当にこのちっこいね、金属のパーツだけなんで、握りにくさっていうのは結構あります。で今度がモンベルです。モンベルって実はこのジッパーにねすごい力入れてる会社なんですよ。見てください、大きなほらパーツがついてるんです。これによってすっごいね滑らかなんですよね。まあ、前回も高級シラフ結構集めてね、検証したんですけど、モンベルのこのチャックってのはマジですごいんですよ。まあ、細い生地で織り上げたナイロン地なんで、これがねチャックに噛んじゃうと結構厄介なんですよ。ただ、まあ、そこはねモンベル本当に、お箱ですよね。これは、はい、圧倒的に滑らかです。じゃあ今度、まあ、今のところねすごい豪勢な作りになってるナンガなんですけど、チャックはどうでしょうか。見てください、モンベルにすごい近い形だと思うんですけど、こういうね大型のパーツがついてます。
食い込まないようにめっちゃ工夫してるんでしょうね。引っ張っていくとモンベルみたいなスーっていうね滑らかさはないんですけど、なんか確実にね噛まずにこう開け閉めできる、そういうね感じです。であともう一つ嬉しいのが、これ多分ね白なんで蓄光なんですよね。ちょっとね試しに光を当てて、光ってるの分かりますか？これねテントの中真っ暗にして寝袋入るとき、この辺とかにねジッパー下ろして寝袋入ったら、今度ねあれどの辺だどの辺だってなるんですけど、これがあったら一発でね、分かるんで意外と重宝しますよ。はい、ナンガのジッパーはまあかなりいいです。ただモンベルと違って、まあ、タブみたいなのはねついてないんで、この金属のねパーツを直接持たないといけないっていうのはワークマンと同じです。最後がこのメーカーです。チャックが ありました。おお、なんかめっちゃちっちゃいです。はい、さっきのモンベルナンガーもっと言えばワークマンのやつよりももっとねちっちゃいですね。なんかめちゃくちゃね存在感小さくて、多分ね開け閉めしても何も感じないと思うんですけど、これめちゃくちゃ滑らかです。なんか全く噛まないしめちゃくちゃ滑らかで、ここねイスカっていうねこのタブがついてるから、まあ、握りやすいと。派手さはないものの実用的、もう本当にイブシ銀っていう感じのね、作りになってます。イスカのチャックはかなりいいですね。てなわけで、まあ、チャックに関しては優劣つけがたいですね。一番滑らかなのはモンベルかイスカだし、まあ、しっかりと剛性のある作りになってるのがナンガ、そういうイメージでした。では今度寝袋で寝てると足先がスースーするなっていうあの問題ありますよね。フットボックスがどんな構造になってるのかっていうのを比べていきましょう。はい、ワークマンのね、シュラフです。こうやってね、入れてみると足先のダウンの封入量が特に多いっていうこともなく、足多分こうピーンと突っ張ったらこの辺は薄いんで普通に冷たいと思います。特にこのつま先部分ですね、まあダウン重力で下に行きますし、ってなったらこの辺ねほとんど何も入ってないんですよ。だからしっかりとねフットボックス作り込んであるかっていうと、全然ねそんなことないだろうなと思います。まあ、形も至ってこう平凡なね長方形ですよね。はい、ワークマンのシュラフは特にね工夫なしっていう感じです。で今度山屋のモンベルです。作り込まれてるんじゃないかなと予想してるんですけど、足先に行くにつれてちょっと狭まってるような印象を受けますね、さっきのワークマンのシュラフに比べると。ただこのつま先ですね、この辺はもう綿入ってないんで、これも多分足先はねそんなに保温力ないです。このね伸縮性があるんで足をこうねもぞもぞしても、まあ、結構窮屈感は出にくいのかなという印象ですね。はい、まあ、そんなわけで特段なんかね足元にこう綿が詰まってるっていうような印象は受けませんでした。これがモンベルのシュラフです。では今度ナンガです。お、ナンガのシュラフは足元ふかふかだし、この足先の辺も、まあ、弾力あるんですよね。そうですね、こう押してみてもちょっと跳ね返りがあるんで、やっぱりナンガのシュラフは足元他のシュラフに比べるとあったかいんじゃないかなと思います。まあ、逆にこの足先のねサイドの部分っていうのは割と薄いんですよね。上と底部分に結構綿が集中してる、そういう印象でした。で中の空間はモンベルみたいなねストレッチ性は別にないんですけど、ある程度ね広さ設けてあるんで窮屈感はなさそうだなと思います。で最後がイスカのシュラフです。さっきもねお話ししたようにイスカが力入れてるのがこのフットボックスなんですよね。ほんまや、めっちゃ逆台形。なんかねこうつま先を開いた時でも普通にねこの上側はこう対応してくるんで、めっちゃ逆台形にね作ってくれてます。で、足先、あーほんまや、まあ、めっちゃねこう弾力があって綿でふかふかかっていうとそんなことないんですけど、ただこの辺がねしっかりと膨らむように作ってくれてて、普通にダウンのね上側ぶわってね膨らんでるじゃないですか、まあ、そういうのが足先にもねあるっていうイメージです。
はい、てなわけで、まあ、さっき見てきたスペックやっぱり間違いじゃなかったですね。足先ってのはいつかしっかりと作り込んできてます。なんかめっちゃ地味なんですよ。もう本当に外から見てたらわからないぐらい地味なんですけど、この足元だったり、さっきも見たこのチャックですね、これ締まりやすいし、本当にね職人技を感じるような作りですね。いつかてなわけで足元の保温性までねしっかりあるなと思ったのが2種類でした。一つがナンガ、これはね全体的に素材量がね多い感じがあります。もうゴワッとね、してるんで、この辺もしっかりと保温してくれます。で、足元だけやっぱり特にね作り込んでるんだろうなって感じたのがイスカでした。この辺のね膨らみってのがかなり良くって、あと逆台形ね採用してるんで、まあ、足先広げた時も、まあ、広いと、そういう作りになってます。以上がフットボックスの比較でした。はい、ではここに来て、今僕がねレビューしながらすごい感じたことがあるんですよ。シュラフによって肌触りだったり弾力ってのが結構違います。まあワークマンのねシュラフ、これは一番アナログな感じです。まあ、ダウンシュラフって空気の蓄えを作ることによって、まあ、保温性持たせてるんですけど、これはねどっちかというと化学繊維の寝袋に近い感じで、まあ、物質、まあ、マテリアルがねそのまんま保温性につながるっていう印象を受けてます。だから、まあ、布団とかとね結構変わらないですね。まあ、素材自体がしっかりとこうあって、それによって保温性がね、出てるっていう印象を受けました。で今度モンベルのねシュラフです。もうね見てもらったら分かると思うんですけど、すべすべです。まあ、本当にねここにこう顔をねうずめたくなるぐらいすべすべのね滑らかな表面素材です。でモンベルのシュラフはもう毛並みがねちょっと違います。本当にふっかふかなんですよ。だからもうこの空気の蓄えによって、まあ、保温性を実現してるっていう、もうまさにダウン素材の、まあ、理想をね地で言ってる、そういうシュラフでした。重量で言うと一番軽かったんですけど、これだけね空気を切れるってことなんであったかいんでしょうね。でナンガのシュラフです。もうこれはね持った瞬間になんかふかふかだなって思いました。まあ、ナンガのシュラフってそうなんですよね。なんかラグジュアリーなこうベッドというか、まあ、重量気にせずキャンプで熟睡したいっていうんだったらもうナンガがね一番寝心地いいです。それはねこの弾力一つとってもそうですし、表面もね丈夫なナイロン使ってくれてるんで、まあ、長く使えるだろうなっていうところをとってもすごくいいですね。なんか、まあ、今回はね重さが犠牲になっちゃいましたけど、まあ、言うて700数十グラムじゃないですか。まあ、だからね全然山にも担いで上がれるしいいですね。まあ、この丈夫な生地にしっかりとした弾力、それがね最近キャンパーからすごい支持を得ている、まあ、ナンガのねオーロラライト 350DX でした。で、これです。イスカのシュラフは正直これ同じ値段なんだったらめっちゃ安っぽく感じます。でその安っぽさの、まあ、大きな原因ってのが多分この裏地なんですよね。言ったじゃないですか、人間の体重がバーンとねここに乗っちゃうと、まあ、どうせ保温力なくなっちゃうんですよ。だからダウンのね配分を、まあ、表6に対して裏はね4しか入れてないと、まあ、そうやってわざと偏らせてるわけです。だからこの裏もうちょっとね触ると分かるんですけど、本当にもうシャカシャカです。まあ、あとね、これ夏に使うモデルってのもあって、この辺のね作りってのももうとにかくなんかダウンが少ないというよりこれナイロン地なんですよね。ほぼだからね所有欲を満たすっていう意味ではナンガとかにね全くかなわないと思います。ただしこう実用面でいった時にまあ一番畳みやすいし、こういう胸周りとか、うん、足元をですね、必要なところはしっかりと保温してくれてるっていうので、まあ、実用性メインだったら、まあ、いいのかなという感じです。まあ、表側はね、やっぱりある程度弾力ありますけど、この辺のねナイロンってのがすごいねチープに映っちゃいます。それがイスカでした。はい、以上がシュラフの肌触りと弾力でした。では最後に寝袋にね実際に入って、比べていきたいと思います。はい、それでは実際に入って比べていきます。
ワークマンのシュラフ、思ったより中から締めにくいです。ちょっとね、ダウンの匂いがします。多分ダックダウン使ってると思うんですけど、ちょっとだけ獣臭みたいなのが残ってますね。ただネックワッフルがこの首のね、後ろとここにあることによってかなりね、密閉性高いです。で、寝心地はいいですね、普通に。ただ僕身長ね、181センチあるんですけど、足元がそれでも余ってるんですよ。だから成人男性でも、まあ、高身長の方以外は足先にね、かなり空間できるんじゃないかなと思いました。化学繊維のシュラフって、まあ、温まりにくいっていうのがデメリットなんですけど、まあ、これはね、まあ、化学繊維も含んでる中綿なんですけど、それ以上にアルミ蒸着のこのね、表面素材っていうのが体温を反射して、薄着で入るとすぐに温まりました。で、今度はモンベルのね、シームレスダウンハガーです。内側からこう締めるときにこのね、タブがついてるんでめっちゃ締めやすいですね。まあ、さっきのワークマンのシュラフって結構ゴワッとしてて重かったんですけど、これね、空気です。本当にその空気の厚みによって暖かいっていう感じがめっちゃ伝わってくるんで、やっぱりね、ダウンシュラフはもうこうじゃなきゃっていうところのもうドストライクついてるのがこれです。で、足先もね、僕ちょうど180センチぐらいなんですけど、こうやって、ちょうどです、これに関しては。なんで、余分な空間ができにくいから、まあ、足先がね、スースーするっていうこともないんで、まあ、自分のね、身長に合わせて選ぶっていうのもすごいね、大事なポイントです。まあ、あとはやっぱりなんか体にね、くっついてくる感じがありますね。このスーパースパイラルストレッチシステムってやつで、こう寝返りとか打ったら、まあ、そこにくっついてこう寝袋がね、動くってのがこのモンベルの特徴です。まあ、まとめると、この重量からは考えられないぐらい、暖かいというのがこのモンベルのシームレスダウンハガーでした。で、今ね、脱ごうとしてて気づいたんですけど、このジッパーがかなりね、足先まであるんですよ。本当に下まであと25センチぐらいのところまで、ジッパーがついてるんで、こういう感じですね。足出す時にも、まあ、やりやすいんで、このね、ジッパーが下までついてるってのも実は高評価です。で、今度ナンガのシュラフ、まあ、さっきのね、あのモンベルとかは山で使うのを想定してね、もうビビッドな赤色だったじゃないですか。まあ、それに比べるとかなりね、デザイン性にもこだわってるのがナンガかなと思います。はい、締めていきます。顔周りのこのね、覆ってくる感じが一番すごいです、今のところ。顔がね、ほんと埋もれます。で、若干ね、今感じたのはダックのね、匂いがしました。まあ、ダックダウンね、一応雑色なんで多少匂うかもしれません。まあ、モンベルとかに比べるとめっちゃあのしっかりした生地感で、例えば足先とか結構突っ張ったとしてもなんかね、物質がちゃんとあるんですよね。だからあのテンションかけた場所でも結構保温性があるっていうのがこのナンガの特徴です。今室内でね、使ってると一刻も早く外に出たいってぐらい暑いですね。まあ、モンベルのやつがね、快適使用温度4度、こっちが5度っていう風に、まあ、表記してたんですけど、やっぱりメーカーによって基準が違うんで、それだけをね、一概に指標にするのは危険かなって思います。こっちの方が体感ですけど暑いです。まあ、秋とかでもね、晩秋に近くなければこれでいけるんちゃうかっていうくらい、保温性すごいですね、ナンガのシュラフで。まあ、当然のように寝心地で言うと今のところダントツいいです。あの背中側もかなり弾力あるし、もう本当にね、全身クッションで包まれてるみたいな感覚になるのがナンガです。まあ、重さは関係ないキャンプで使うんやったらやっぱこれかなって今のところですよ、思ってます。で、まあ、ナンガに関してもね、このチャックがかなりね、下まであるんですよね。モンベルと同じく、まあ、下手したらモンベル以上にね、下まであるんで、すごい嬉しいポイントですよね。そして最後に入るのがこのイスカです。うわ、薄いな、これ背中めっちゃ薄いです。ほんまに保温性ないし、クッション性も同じくないですね、イスカのシュラフは。ただチャックはめっちゃ締めやすいです。これモンベルと同じぐらいやっぱり締めやすいですね。内側からも全然噛まないです。あー、すごい、
めっちゃね、このシルエット、このシルエットがすごくって、人間の体って、まあ、逆三角になってるじゃないですか。上半身がちょっと大きくて、下半身になるにつれて、しぼんでいく、狭まっていくっていう。もうそれをね、まさに作り上げてて、上半身の余裕みたいなのがすごいんですよ。手広げて寝れる。けど、下半身の方は、すごいね、くっついてきてて、で、ちゃんと足元のフットボックスが逆台形になってるっていうので、フィット感は確かにすごい。お見それしました、3D フットボックス。で、これ、底のクッションだけはほんまにないんですけど、それ以外は入ってたら結構ね、快適になってきました。最初、モンベルのシュラフと比べたら、モンベルの方がええやんって思ってたんですけど、まあなんだかんだこう2分ぐらい今これ入ってるんですけど、そしたら体に馴染んできますね、すごい。で、しっかりね、上半身、ここのね、膨らみは取れてるんで熱いです。で、首周りのこの作りに関しては本当にもう簡素な感じです。なんか頭にこう一応ゴムが引っかかってるだけみたいな。で、シャカシャカ言うし。うん、だからナンガとはもう全然ね、一線を画す作りやと思います。で、例に習って、こう、チャックを下ろしていったとき。この、チャックのね、高さに関しては、割と上までしかついてなくって、まあ、これよりは多分、モンベルの方がね、チャック下まであるし、ナンガの方がより下まである。で、ワークマンのと多分同じぐらいの位置ですね。チャックのこの位置ってのは。僕は、もう低ければ低いほど好きです。夏場ね、ここを閉じた状態で、まあ、下だけ開けて、結構、足出すんですよ。その時に下まであればあるほどやりやすいんで、このねチャックの位置ってのもちょっと注目してみてください。はい、実際入ってみた感想をまとめておきます。まずは保温力、下からイスカのエアドライト290、その次がモンベルのシュラフでした。で、暖かさのね毛並みっていうのは正直違うかったんですけど、これとね同じぐらい暖かかったのがワークマンでした。で、一番ね保温力あるなって思ったのがナンガのオーロラライト 350DX でしたね。次はね窮屈さです。まず一番窮屈だったのがモンベルです。まあ、ストレッチ製のゴムが入ってるせいで体にまとわりついてくるんですよね。長く入ってると息苦しさを感じる瞬間があります。で、次がイスカでした。上半身はゆとりがあって、下半身はフィットするっていうので、余分な空間ができない程度に広くて、かつ窮屈すぎないっていうので、バランスが取れてるのがイスカでした。で、全体的にワイドに作ってるなって感じたのがナンガでした。さっきの2つに比べると、寝返りはね、打ちやすいです。で、全体的にね、広いなと感じたのがワークマンでした。まあ、広いってことは、その分余分な空間ができて、温まりにくくなるんで、右に行けば行くほど、温まりにくいシュラフではあります。まあ、その分、ナンガだったら素材自体が多いですし、ワークマンのシュラフだったら、中に保温着を着てやるとか、まあ、そういった方法で、欠点をね、補う必要があります。では最後、ラキャンピン調べの、まあ、おすすめ順位を発表します。まずは、キャンプで使う場合。モンベルのシュラフ、性能はいいんですけど、あえてキャンプではおすすめしないです。まあ、窮屈感が気になるし、あとは価格ですね。3万4000円の割に、そこまでアドバンテージがないように感じてしまいました。その次がイスカです。クッション性のいいマットレスを使うことは前提なんですけど、人体に沿った 3D 構造ってのがモンベルのシュラフよりも窮屈感ね、ないように感じましたし、あと価格がね、結構2万円台後半で売ってることが多いんで、コスパの良さから言ってもモンベルよりね、一つ上に持ってきました。で、想像以上に良かったのがワークマンのアルミフュージョンダウンシュラフでした。典型的なダウンシュラフほど空気の蓄えはね、正直ないように感じたんですけど、まあ、春から秋、それほどね、寒さに対してシビアにならない時は、もう1万円切るんだったらこれでいいんじゃないかって思わせるくらいの性能はありました。まあ、収納サイズが気にならないオートキャンプだったら十分使える性能だと判断しました。で、堂々の第1位がナンガです。顔周りのね、豪華さといい、クッション性といい、ダントツでやっぱり寝心地いいですね。夏場はね、350DX でも暑すぎると思うんですけど、キャンプで長く使いたい。そして予算が許すんであれば、もうナンガ買っておけば、間違いないです。で、最後は昨今流行りの、軽量化した
キャンプスタイルですね、ツーリングキャンプとか徒歩キャンプ、あとは登山なんかで使う場合のランキングを発表します。軽量化を目指すんだったらまず外さないといけないのがワークマンのシュラフです。河川のね中綿使ってるってこともありますし、ダウンの品質も高くないんで、最初にね除外します。で使えなくはないんですけど、あえて買わないかなっていうのがナンガですね。まあ、重量がね 790g あるってことで、まあ、どうしてもナンガで選ぶんだったら僕なら UDD ないしはミニマリスムに行きますね。でここを迷うんですけど、第2位がモンベルです。理由の一つが窮屈感です。僕睡眠不足で実はね事故っちゃったことがあるんですよ。そこから睡眠の質にめっちゃこだわってるんですよ。モンベルのシュラフってマミー型シュラフ特有の窮屈感がねすごいあって、個人的にあんまり寝れないんですよね。あとはヘッド部分が小さくて枕との相性が悪いってのも第2位に持ってきた要因です。一方で軽い割に保温力はすごいんで、そこは評価しててめっちゃいいシュラフであることは間違いないです。で堂々の第1位がイスカです。人体に沿った 3D 構造、これが寝心地良かったです。モンベルとほとんど同じ重量ですし、山でのね睡眠の質を考えるとイスカの方に軍配が上がると判断しました。店頭とかでモンベルとね比べてみると、おそらくシームレスダウンハガーの方が寝心地よく感じるんですけど、夜中に寝返り打ったり、手をねゴソゴソしたりすることを考えるとイスカの方がゆとりがあるように感じます。これはね長く使ったからこそ感じたポイントでした。ラクダッピン。はい、ということでいかがだったでしょうか。日本の夏って、まあ、湿度も高いんで化学繊維のねシュラフがいいっていうこともすごい言われます。それもねわかるんですけど、やっぱり耐久性っていうと人工のね化学繊維のシュラフよりもダウンを使ったシュラフの方が長持ちするっていうのは間違いないと思うんで、ぜひ大切に長く使えるシュラフっていうのを見つけてみてください。何か参考になれば嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。